モーリシャスは、1939年浸水のイギリス海軍の軽巡洋艦、フィジー級の一隻である。1944年に艦砲射撃を行うモーリシャス。1938年3月31日、入ッするアポンタインのスワンハンター社で、寄港。1939年7月19日に浸水し、1941年1月4日に巡航した。 収益後、モーリシャスは、大西洋とインド洋で、戦団護衛、通商保護などに従事した。太平洋戦争開戦後イギリスに戻り、改装工事を受けた。その後、インド洋などで、主に戦団護衛に従事する。1943年6月、地中海に配備される途中スエズ運河で座礁して、損傷し、修理後7月に、ハスキー作戦に参加。続いて9月には、 イタリア南部への上陸作戦にも参加した。1943年末には、ビスケー湾へ移り、ドイツの封鎖突破戦阻止に当たった。1944年1月、地中海に戻りシングル作戦に参加。1944年6月、ノルマンディ上陸作戦に参加する。1944年8月15日、モーリシャスと駆区間アーサ、色恋は、ビスケー湾で、 ドイツ戦団を攻撃、数隻の艦船を沈め水雷艇 T24 などを損傷させた。1945年1月28日、モーリシャスと軽巡洋艦ダイアデムは、ノルウェー沿岸でドイツ駆逐艦 Z31、Z34、Z38 と交戦した。モーリシャスは1952年に退役し、1965年、スクラップとして売却された。 ありがとうございます。